婚約、婚約、婚約、フランス語、フィアンサイ、英語、エンゲージメント、ビトロソルとは、結婚の約束をすること。婚約の発表の形態や方法には、様々な様式があり、その文化的、法的な位置づけも様々である。結婚式が宗教的になされることが多いので、婚約も、また宗教的な面が見られることが多い。 キリスト教圏とイスラム教圏と仏教圏では結婚や婚約の仕方は大きく異なることが多い。ただし近年では各国とも生活の欧米化に伴ってキリスト教圏の影響が大きい。婚約した相手をフランス語ではフィンセ・フィアンセと言い、日本語では婚約者という。ローマカトリックにおいては歴史的にはビトロする婚約は結婚と 同程度に拘束力の強い形式を伴った契約だと見なされていたもので、それを解除するには正式に離縁の手続きを経る必要があった。婚約をした男女は、たとえ結婚式をまだ挙げていなくても、また肉体的関係を持っていなくても、夫と妻であると法的にも認められた。人々に公にする形での婚約期間という概念は、 1215年の第四ラテライ公会にインドケンティウス三世が指揮したものによって導入された。結婚することになる者たちは、教会で司祭によって、人々の前で公に名を告げられるべきである。そうすることによって正当性のある障害がある場合は、それがやがて明らかになるからであるミディーボルソースック、トゥエルフスエキュメニカルカウンシル、ラタラン4215。このような、 教会による、公の告示は、として知られている。地区、教区によっては、このようなバンズを声にして読み上げることが、結婚式の一部になっている場合もある。正教会では、婚約は、伝統的に、教会堂の廃炉で行われ、男女が結婚の第一段階に入ったことを示す。新品、聖職者が、婚約者たちにキスをし、ろうそくに火を灯し、彼らに、それを持たせる。 伝統及び参加者全員による祈祷の後、花嫁の指輪を花婿の右手の指にはめ、花婿の指輪を花嫁の指にはめる。聖職者、または花婿付き添いの男がそれを3回繰り返し、それを終えた後、最後の祈りを捧げる。もともとは、婚約の式は、婚約の発表と同時に行われていたが、近年では、結婚式の直前に行われる傾向がある。 正教会では、指輪の交換は、結婚式では行われず、あえて言えば、婚約式の中でだけ行われる。伝統的には、花婿の指輪は金で、花嫁の指輪は銀である。多くの欧米圏、オーストラリアや南アメリカを含むでは、婚約パーティーを開くことも多い。婚約パーティーは砕けた雰囲気で行われることが、大半で、ゲストからの贈り物も求められない。 ただし自主的に持参する人もいる。またしばしば婚約指輪を交換する。ただし、これらの慣習は国、民族ごとに差異があるので、一律に述べることはできない。アフリカ圏では、婚約指輪を交換するという伝統的な慣習は特にない。近代になって、生活が欧米化するにつれて、風習もだんだん欧米化していくようだが、 昔ながらの伝統的な慣習に従うことも多い。中国は地方により色々な習慣があり、1978年の改革開放以来、経済発展が早い中国南方では西洋文化が導入され、婚約、結婚式なども欧米化していく傾向がある。一方で内地においては伝統習慣が強く伝統的な式が取り行われる場合が多い。アジア圏では、 婚約指輪を交換するという伝統的な慣習は特にない。ただし、この点は日本語同様である。日本では工学上において、婚約は男女間の将来的な婚姻についての契約と位置づけられている。ただし、日本の民法には婚約について全く規定が設けられていない。婚約の法的効果については反による。婚約は内縁とは異なる。 一般に婚約は婚姻の予約として理解されるが、判例には内縁について、婚姻予約と位置づけて保護したものもあり、注意を要する。婚約は何ら方式を必要としない、不要式行為である、裁判所38.95民衆17巻85942ページ。学説には確実な合意で足りるとする学説と、公然性を要求する学説があり、 対立点となっている。ただし、結納や婚約指輪の交換は婚約成立の証明となり、後に当事者間で婚約の不履行が問題となった場合においても、婚約の存在を証明するものとして重要な意味を持つ。外形的事実のない場合における婚約成立の認定には特に慎重さが求められるとされる。公民時に婚姻障害自由が存在しなければ、 婚約時に婚姻障害自由が存在しても、その効力は否定されない。婚姻適齢に達していない場合や未成年で父母の同意がない場合にも婚約については、有効に立つする。近親婚の禁止に違反する婚約は無効となる。法律上の配偶者のある者との婚約の有効性については、対象期にこれを否定した判例があるが、 大番第9.528民六26週773ページ、事実上の離婚状態にあれば、これを有効と解する学説がある。婚約は、婚姻についての合意、契約ではあるが、その本質上、婚姻は、両性の合意のみによって成立させるべきものである。ことから、日本国憲法第24条1項3章、婚約の強制履行は認められない。 通説、判例。判例として、大連版第4.126民十2 1週49ページ。しかし、正当な理由なく、婚約を破棄した場合には、相手方に対して、債務不履行あるいは不法行為として、損害賠償責任を負わねばならない。通説、判例。判例として、再三十38.95民衆17巻8号942ページ。 相手方に返すべき自由によって、やむなく婚約を破棄する場合にも、その相手方に対して、損害賠償を請求し得る。裁判所27.1021民衆六巻9百8 4 9ページ。また、他者の婚約関係を不当に妨害した者は、共同不法行為者として、不法行為責任を負う、通説、判例。判例として、 再三十38.21民衆17巻1号1 6 0ページ。なお、結納が交わされていた場合には、その返還について別途問題となる。婚約時に交換される指輪は、婚約指輪と呼ばれ、男女とも左手の薬指につける。男性の払う着手金のような意味合いがある。一方、結婚指輪は、比較的安価なものが選ばれる。婚約をしてから、 婚約指輪を交換するのではなく、男性が婚約指輪を送ることで、プロポーズ、求婚することもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。